Hello， 大家好，又系我哋 GamePlayHK， 我哋继续玩《Triangle Strategy》。上集喺矿山发现重要嘅秘密。ノゼリア新鉱山の奥には潮の岩、岩塩が眠っていた。ノゼリアを揺るがす事実を手に入れたウォルホート家は、岩塩の扱いを話し合うためにホワイトホルム城へと戻った。而家嗱嗱声翻去白州城。第十七话前篇，若心因叹息动摇。図らずも我々は岩塩を手に入れた。だがこれをどう扱うべきなのだろうか。咁計嗱嗱声刮啲出嚟啦。岩塩は今のノゼリアを変える力を持っています。有啲危险嘅地方就系咧，如果我哋将呢件事公诸于世，唔知海桑德会点谂。うまく使えば望み通りの未来を作ることもできるでしょう。同時に厄介な火種でもあります。これを握った我らは他国が放っておくはずがない。特にハイサンドが知れば目の色を変えて迫ってくるでしょうね。はい、女神教の教義を守るためあらゆる手を使ってくると思います。エスフロストだってこのまま引き下がるとは思えません。これほどの秘密を隠し通すことは不可能よ。近いうちに漏れると思っておいた方がいい。守るにせよ生かすにせよ早急に手を打たないと。ロラン様、いかがされました？究竟羅蘭佢一个新任国王会唔会諗到啲咩計策？これはグリンブルクだけの問題ではない。ノゼリアの未来を決める分かれ道だ。決断を急ぐべきなのは分かっているが、考える時間をくれ。哎呀，仲谂住听下佢啲宏图伟略，系要俾啲时间佢谂下先。慎重になるお気持ちは分かります。しかし、後手に回れば全てを失いかねませんぞ。分かっている。だが、これはあまりにも重大な決断だ。ベネディクト、私も迷っている。皆の意見をよく聞いて決断したい。承知しました。しばし時間を取りましょう。セレノア、一つ聞かせてほしい。お前は俺と共に進んでくれるか？ロラン王、私はハイサンドの七聖人である前にグリンブルクに仕えるウォルフォート家の当主。其实阿马底仲有个身份，就是罗兰同库尔姆嘅兄弟。そしてあなたの友です。そうか。セレノアたちはウォルフォート城で待機を。ハイサンドに動きがあればすぐに知らせてくれ。はい、ではまた後ほど。老实讲，岩岩呢单嘢都守唔住几耐噶啦，嗱嗱声发掘完，我嚟煲汤好过啦吓。而家三国主线望咗海桑德嗰边，睇有咩动静。嗱，我哋仲未翻工噶吓。グリンブルクのミロから報告が届きました。哎呀，嗱，上集临尾麦洛，佢都知岩岩嗰啲嘢。ノゼリア新鉱山に潮の岩、岩塩が眠っていたそうです。Oh no， 扬晒啦！なんですと？まさか塩湖以外で潮が見つかるとは。グスタドルフが強気だった理由もわかりましたな。落ち着いている場合ではない。塩は我ら女神の教えに従う者だけに与えられた加護のはず。呢个女神教义就系当年你哋乱作出嚟啫嘛。岩塩などというものが存在してはハイサンドは力を失ってしまいますぞ。岩塩も塩です。我らが抑えれば何も問題はない。真系想攻打我哋唔通？それは確かに。だがどうやって？エグスアム殿、教皇のご意志です。兵を挙げて
ナゼリア新鉱山を占拠なさい。わい、グリンブルク王国に攻め込めと仰せか。アナウンセンポーニオダイ。ロラン王が黙っていないでしょう。もちろんウォルホート家も。セレノア殿はハイサンドの七聖人、当然教皇の命令に従うべきです。女神の教えに従うか、ロラン王につくか。新鉱山に進む途上でウォルホート城を囲み、立場を明らかにさせなさい。あいや、抵抗した場合は首先過咗嚟我哋嗰边先。もちろん女神に背く者にふさわしい末路。嗱，明明我咁耐都冇翻过工啦，嗰班人都系咬住主角唔放。而家就睇艾斯弗斯特嗰边。旅行商人。フラルス殿、例の噂を聞きましたか？ハイサンドがグリンブルクに対して挙兵するというやつですか？ああ、ノゼリア商会の耳にも入っていたのですね。本当なのですか？ロラン王はハイサンドと手を組んで王都を奪還し、断交宣言を撤回したばかり。普通ではありえないことですが、何かが起こっているのかもしれません。何かとは？それが分かれば苦労はない。エスフロストが相当の門に兵を集めたことと関係があるのかも。おそらくはノゼリアの命運を決める戦いが迫っているのかもしれません。我哋望一望呢个克拉鲁斯先，系洛扎尼亚商会嘅商人嚟噶，隶属于坚守独立同埋中立原则，掌管盐铁交易洛扎尼亚商会，出入各国，到处结交人脉嘅商人。そして大きな戦争には大量の物資が必要になる。我々商人にとっては稼ぎ時でもあります。商人喺任何时刻都会揾到赚钱嘅机会，尤其是打仗。嘿嘿，確かに。そう、ノゼリアの勢力図が大きく変わるなら、新しい商売の好機。初回はこれまで通りハイサンドにつくのでしょうな。さあどうなることか。私はウォルホート家の動向が鍵を握ると睨んでおります。ウォルホート家が？何しろ三つの国に大きく関わっている存在ですからね。当主セレノア殿がどんな判断を下すか、それを見極めて動くべきだろうな。嗱，个个都睇我哋头咁样嘅喂。跟住就系叔父嘅双塔之门，而家镇守嘅系边一个人呢？已经嚟咗啦。古斯塔德法。総統の門に集いし、屈強なる我が同胞たちよ。円弧以外にも塩は存在した。それは岩塩という形でノゼリア新鉱山にあったのだ。大戦じゃ一触即发啦，个个都谋住新矿山。だが残念ながら新鉱山はグリンブルクによって奪われてしまった。グリンブルクのウォルホート家はハイサンドの七聖人でもある。早晩ハイサンドも岩塩の存在に気づくだろう。女神の教義を揺るがす事実に。その結果何が起こるか、賢明な諸君らには想像がつくはずだ。そう、ハイサンドはいかなる手段を用いてでも岩塩を独占しようと図る。グリンブルクを制圧し新鉱山を我が物にする。もちろんそれで終わりではない。奴らはここに来る。ノゼリアを完全に支配するために。今エスプロストは最も困難な時を迎えている。だが我々は女神の教えなどには屈しない。手にしている自由を誰にも私はしない。嗱，好多网友都留意到啦，古斯塔德弗都会开口埋口都讲自由嘅。究竟佢个自由嘅定义系点样？この総統の門にて
敵を迎え撃つ。案ずるな、ハイサンドを撃つための新兵器大金砲が間もなく完成する。即将完成大中炮了，可不可以说搜出来啊？试射一两飞出来。我らが黒金の魂を込めた大金砲は必ずや。いつ剣を掲げよ、黒金の勇者たちよ。諸君らの名はエスプロストの守り人として歴史に刻まれるであろう。おー、充满士气啊！エスプロス、エスプロス、エスプロス、エスプロス。大金砲は偽りを砕く。その通りだ、グスタドルフ。岩塩の存在はハイサンドの知るところとなった。七星人らの動きは早く、ノゼリア新鉱山を制圧すべくエグスアム軍が進軍を開始する。我们一起望一望各国的出兵路线。一方、グスタドルフは総統の門で兵たちを鼓舞し、来る決戦に向けて着々と体制を整えていた。岩塩を抑えたグリンブルクはどう動くのか。三国が覇を競う戦いの趨勢はセレノアとロランの決断にかかっている。ロランはグリンブルク王として悩み抜いた末の結論を胸に抱き、セレノアらが待つウォルホート城に向かった。罗兰咁啱就嚟到咗可德城。これはロラン様、わざわざウォルフォートに来てくださったのですね。何、時間をくれと頼んだのは俺だからな。やっと腹が決まった。嗱，谂清楚个决策啦，究竟系点样？洗耳恭听啦，大家。お聞かせくださいますか。今のノゼリアに最も必要なものは何か。思えば30年前の煙鉄大戦から争いの根本は何一つ変わっていない。己が利益を得るために他を蹴落とそうとするから争いが生まれる。争いによって真に困るのは誰だ。それは民衆です。そうだ、為政者の欲が民の暮らしばかりか命まで脅かしているのだ。しかし国を豊かにしなければ民は貧しさに苦しむでしょう。それは正しい。だが俺はこうも考える。勝者がいなければ敗者もいなくなる。この世に平等をもたらせばノゼリアは安定すると。平等をもたらす、ロラン様、まさかその手段とは。そう、ハイサンドの女神教だ。王を超えた女神という絶対的存在のもとで皆が平等に暮らす。竟然セレノア、俺は聖ハイサンド大教国こそが国のあるべき姿だと思う。有冇搞错？你老豆交个皇位，啊，唔系都唔系叫交嘅，即系你攞咗你老豆个皇位，你谂住拱手相让俾海桑德，嗰边成个北韩咁样嘅噃。故に俺はノゼリア新鉱山の岩塩をハイサンドに渡すと決めた。それではハイサンドがノゼリア全土を制することになります。それが俺の願いだ。結果塩をめぐる争いはなくなり。今よりずっと穏やかで平等な世が訪れる。しかし完全な平等ではない。ローゼル族のような犠牲者は出るでしょう。分かっている。だがその数はわずかだ。ほとんどの民は平穏な暮らしを得られる。嗱，唔知大家会点谂罗兰个处境？佢觉得可能就冇乜胜算，打起仗上嚟百姓都会受苦。其实严嚟讲，一直都系海桑德嗰边话事嘅，不如就将岩盐送咗俾佢，就当冇件事发生啦咁样嘅。
この世に完璧なものはない。少数の犠牲と大多数の幸せ、どちらを選ぶかと問われれば、答えは一つだ。女神の支配を受け入れれば、グリンブルクの王位も奪われるはずです。構わん。民に安らぎを与えられるのなら、俺や王家の誇りなど些細なことだ。そこまで覚悟されているのですね、セレノア。お前に頼みたい。ハイサンドのノゼリア統一に協力してくれ。有冇机会可以劝一劝佢咧，大佬？买只 game 翻嚟投降？それは即答できる問題でないことは分かっている。よく考えてみてほしい。嗱，仲有时间俾我哋考虑。ただこれはローゼル族を見捨てる道だ。フレデリ、すまん。お前とフレデリカの仲を引き裂いてしまうかもしれない。だが、それでも俺は決めたのだ。グリンブルク国王、最後の仕事として。牺牲罗杰尔族换取自己国家人民安逸，会唔会系啱嘅选择呢？ロラン様、随分悩まれていましたね。無理もない。グリンブルク王国、いえ、ノゼリアの未来がかかった選択ですから。セレノアは、岩塩をどうするつもりですか？正直、決めかねています。塩は、すべての人に必要なもの。本来は皆で分かち合うべきだ。ええ。それは、とても難しいでしょう。塩は争いの火種でもあるのです。ローゼル族の伝承にある果てしない縁故、海というものがあれば争わずに済むのでしょうが。セレノア、岩塩を見つけてはっきりと分かったことがあります。母が残した伝承は真実だということです。そしてローゼル族を虐げている女神の教えは偽りであるですね。はい、女神教が言うような罪なんてなかった。なのにローゼル族は罪人として差別され、縁故に縛られ、重労働の果てに死んでいる。何世代にもわたって数えきれないほどの人が。ハイサンドは自らの支配を正当化するためにローゼル族を生贄にしてきたのです。そう、それが女神教の正体だ。私たちは岩塩を通して真実を知りました。私は今こそローゼル族を救い出す時なのだと思います。フデリカ同意王者完全相反，认为呢一刻系可以解救罗杰尔族嘅时机，只要推翻女神教义就可以啦。まもなく岩塩をめぐった大戦が起こるでしょう。それに乗じて縁故のローゼル族を放棄させれば、きっと皆を救い出すことができます。フレデリカの気持ちはわかる。だがそれは甘い考えなのはわかっています。ローゼル族の苦しみが多くの民にとって人ごとなのも、誰かの助けは期待できない。だから母は自ら放棄を起こし、そして失敗した。人ごととは思いません。我が領地にもローゼル族はいる。何よりフレデリカ、ローゼル族であるあなたは私の大切な人だ。ありがとう、セレノア。私にはそう言ってくれるあなたがいる。だから母の意志を、母が叶えられなかったことができると思うのです。ローゼル族の解放は不可能ではないと思います。しかし
大きな危険を伴う賭けです。たとえ成功しても問題はその後だ。ハイサンドは我々を決して許すまい。解放咗佢哋，咁海桑德打我哋又点算呢？はい。もしもの時はローゼル族と共にセントラリアを目指しましょう。あなたの母上が手記に書き残した伝承、ファルクス領の奥、ノゼリアの南端にあるノゼリア大河の果て、大爆風、さらにその南にあるというローゼル族の故郷を探すのです。それはあくまでも伝承で。ローゼル族の伝承は真実だった。探してみる価値はある。そんな理屈、ベネディクトは絶対に納得しないでしょうね。哦，即系睇嚟，如果认同咗胡德丽卡，反而就管家就会唔开心喎。これまで気づいてきたものを捨てる、辛く厳しい道ですから。それでも私はあなたと一緒に歩みたい。心からそう思います。但系一直以嚟，大家都知我就比较中意阿胡德丽卡嘅，佢讲咩我都会多数听佢话。好啦，听埋管家先。セレノワ様、岩塩の発見はノゼリアの歴史の転換点となりましょう。ウォルホートの名が歴史に残るかついえるか、こたびの選択にかかっています。哇，仲谂住有机会可以名留千古。岩塩をいかに扱うか。ベネディクト、お前はどう考える？ハイサンドにだけは渡してはなりません。ハイサンドが円弧に続いて岩塩まで手に入れれば、目論むのはノゼリアの支配です。女神の下での平等を謳い、岩塩のみならず、領地も民もすべて取り上げられるでしょう。私が七星人であってもか。はい。彼らの言う平等とは、あらゆるものを女神、いや、教皇が独占することですから。最終的には、すべてのノゼリアの民が、ローゼル族のように生殺与奪を握られるでしょう。だが、グリンブルクも我々も、エスフロストとの戦いで受けた傷が癒えていない。今逆らえば、ハイサンドに潰されるだけだろう。いいえ、勝算はあります。グリンブルクとエスフロストが、手を組めばよいのです。哇，真系乱上加乱！我哋啱啱先俾艾斯弗斯特入侵，同佢打完长仗，赶走佢哋，而家又话要联手打翻海桑德。呢个世界冇永远嘅敌人。エスフロストと長期化ベネディクト。驚くほどのことではありません。エスフロストの目的はハイサンドの支配を崩すこと。そして今彼らは戦いのために岩塩を求めている。我らと利害は一致するというわけか。何よりエスフロストは以前からハイサンド攻略のための計画を進めていました。コーデリア様がおっしゃっていた大金砲だな。そう、ハイサンドの首都を守る城壁、女神の盾を破るための兵器です。これを利用しない手はありません。ご決断いただければ私が必ずエスフロストの協力を引き出します。なるほど、お前の意見は分かった。だがロラン様が何と言われるか。仇であるエスフロストとの和睦など認められまい。即系话我哋认同管家罗兰就唔中意我哋啦。セレノワ様、落ち着いて聞いていただきたい。どうした急に改まって。果たしてロラン様はあなたの主にふさわしい方でしょうか。哇，讲到出口啦。嗱，其实罗兰而家个表现又真系逊色咗啲嘅。ベネディクト、何ということ。重大な決断の時だからこそ、非礼を承知で言わせていただきます。このまま一生誰かの進化に甘んじるおつもりですか。それ以上言うな。私はロラン様の友だ。
いいえ、あなたはノゼリアに武名を轟かせるウォルホート家の当主だ。グリンブルクやハイサンドの番犬ではないのです。あなたがまず守るべきはこのウォルホートと我らの旗だ。違います。そしてあなたはただ旗を守るだけで終わる方ではない。その気にさえなればノゼリアの頂点をつかむことすらできるでしょう。お前は謀反を進めるのか。謀反ではありません。あなたにはお体に流れる血と王家の指輪がある。その剣は預かると言ったはずだ。はい、しかし決断の時が迫っていることをお忘れなく。もういい、発せ。セレノワ様、ご命令いただければ私はどんなことでもします。どうか賢明なご判断を下されますように。ウォルホート家のため、何よりあなた自身のために。看来三个选择呢，最不想选就罗兰王子那个啦，感觉上最难打应该是傅德丽卡那个。ハイサンドがノゼリア新鉱山に向けて軍を発したというのは確かか。はい、間違いありません。岩塩の存在を知られてしまったのですね。元より隠し通せるものではありません。こうなることは時間の問題でした。エスフロストも相当の門に兵を集中しているようです。岩塩をめぐる戦はもう始まっている。我々も対応を急がねば。ロラン様、グリンブルク王国はどう動くのですか。俺は決めた。ノゼリア新鉱山の岩塩は聖ハイサンド大峡谷に譲り渡す。え、フォデライカは最惊讶的一个。それだけではない。王国の領土と民も女神に献上し保護を請う。岩塩を使っても全ての民を幸せにすることは不可能だ。だから俺はより多くの民が平等で幸福に暮らせる道を選ぶことにした。そんな、この争いの原因はハイサンドの塩による支配が独占的だったからではありませんか。女神は平等なんかじゃない。縁故のローゼル族を見て知っているはずです。冇错，嗰边嗰个平等同我哋认知人人平等系完全唔同噶。你睇罗杰尔族应该明白噶。その通り。ハイサンドに岩塩を渡せば、ロゼリアは女神の名のもとに支配される。何もかも教皇の意のままにされますぞ。重要嗰个教皇根本都冇露过面。国も王位も失うのは承知の上だが、民たちには平等な加護が与えられる。多くの民が今より安心で豊かな暮らしを得るはずだ。ローゼル族の犠牲の上にですか。そうだ。ロラン様、あなたがそんなことを言うなんて。私は反対です。ここはエスフロストと組んでハイサンドを撃つべきです。岩塩交渉を利用すればグスタドルフの協力を引き出すことができます。而家都话管家讲出佢个计划啦。エスフロストと手を組めたと。できるものか。グスタドルフは俺の仇だ。やれぬはずはない。あなたは民のために国も王位も捨てるとおっしゃった。ならば市場など捨てて叱るべきだ。言ってくれたな。お前に俺の苦悩の何がわかる。誰もが自分と国の都合でしか動かない。そうやってずっとローゼル族を見捨ててきたのですね。女神の教えを信じて彼らが命を削って作る塩のために。でも岩塩が存在し、女神の教えが偽りだと分かった。
それでもローゼル族を見殺しにするのですか？フレデリカ様、今はローゼル族の問題を話す時ではありません。いいえ、各国が混乱している今こそ彼らを救い出す絶好の機会です。ハイサンドが岩塩を握ればローゼル族を救う機会は永久に失われてしまう。真実を知っている我々が今動かなければ。我らは勝つために全力を尽くさねばならない。そのようなことに力を割く余裕はありません。そのようなこと、不合理という意味です。ローゼル族救出はあまりにも危険が大きすぎる。ヨシンバ成功したとしても、その後ハイサンドにどう対抗するおつもりですか？我々がローゼル族という弱みを抱えれば、エスフロストも強硬に出てくるだろうな。はい、その結果孤立し潰される可能性が高い。所以说最难行就是福德雷卡那条路。潰されずに済む方法はあります。我们要听听他的方法先。一体どのような？ローゼル族と共にノゼリアから旅立ち、伝承にあるセントラリアを目指すのです。索性离开这里了。你们要打要战打爆他。夢物語だ。ローゼル族の伝承は真実です。だとしてもウォルホート領を捨てるなど言語道断、私は絶対に認めない。そこまでだ。玩了这么久第一次听到开会好像闹交闹到这么大声。三人とも落ち着いてくれ。それぞれの意見は確かに聞かせてもらった。どれも皆の信念をかけた決断なのだな。はい、今回ばかりは譲れません。俺もだ。わかった。少し考える時間をもらいたい。三人の考えはいずれも理解できる。それだけにどれか一つの道を選べば決定的な分裂が起きるだろう。これまでいかなる時も共に歩んできた仲間だ。絶対に誰も失いたくない。だが一体どうすればいいのか。出現了两个选项啊。嗱，第一个就是一直以来用天平来决定，但是呢你见到楼下那三条友闹到差不多反面咁样，天平呢得三个选项啊，即是我哋只可以揀其中一个。会不会仲有第四个选项，其他更好的方法俾我哋諗到呢？肯定还有别条路。諦めるな。別の道が必ずある。仲間を誰も失わずに新たな未来へ至る道が必ず。有机会是最艰辛的一条路啊。考えろ。何としてもそれを見つけ出すのだ。確かなのは、岩塩は誰の手にも渡すべきでないことだ。首先岩塩是不会被任何人。塩はノゼリアの全ての民が分かち合うべきもの。在我们国土更是被人民分享的，是不是？女神教に頼らずとも、ロラン様が願う平等と安らぎを民にもたらすことはできるはず。亦都需要俾到人民平等安逸嘅日子。不过对面打紧嚟咯噃。まずはノゼリア新鉱山を制圧せんとするハイサンド軍を阻止しなければ、岩塩の独占を目論むハイサンドは力を誇示し、我々に圧力をかけてくるだろう。敵はすでにウォルホート領に迫っている。正面からぶつかれば勝利は難しい。新鉱山へ向かうハイサンド軍を撃退する策は。之前对吕将军嗰阵，我哋冇用到机关，嗰个机关系火攻嘅。我谂有机会今次可以运用到啦。そうだ。敵をウォルフォートの町に誘い込んで家計の仕掛けを使えば、大軍とて一網打尽にできる。不过真系要首先啦，早啲疏散啲市民先。侵攻軍を返り討ちにすれば教皇が黙っていまい。ハイサンドとの全面戦争になる。長期戦になっては勝ち目は薄い。一気にハイサンドの首都を落とさねば。
首都を守る城壁、女神の盾を破る必要がある。それにはエスフロストの大金砲が不可欠だ。グスタドルフ総帥は簡単には協力に応じまい、岩塩を渡せと脅迫してくるかもしれない。大金砲を手に入れるために手を組める人物は、講起大宗炮就一定会想得起叔父的了，找他帮手可能有些胜算。今我々が頼るべき人物は、以前に共闘を約束したスバローグ殿しかいない。グスタドルフという共通の敵を持つ彼とならきっと協力できる。残るはハイサンドに攻め込む大義、そしてどうやってローゼル族を放棄させるか。我想其实第三个就问水啲，如果咁易呢就唔使諗咁多其他方法啦，就咁将个真相讲出嚟都冇不用嘅。我哋要做啲实质嘢，就揭穿喺炎狐女神像里面嘅真相。女神像に隠されている真実を暴けば、ハイサンドの偽りを明らかにできる。オルレア殿の指揮によれば、女神像の中には岩塩の柱、女神像を破壊して大円柱を晒せば、女神教よりローゼル族の伝承の方が正しいことが証明される。女神と教皇の支配に大義はない。ローゼル族は誇りを取り戻し立ち上がるだろう。爆裂眼を使えば女神像を破壊できよう。最後の問題はどうやってハイサンドの首都に入り込むかだが、各国の出入りを疑われないもの。哎，嗱，崔维斯系个盗贼，就我谂都唔好拜托佢做任何嘢啦。罗杰尔族入到去危险啦，粉红色头发，呢一关一开头都见过嘅。洛泽尼亚商会可以自由进出各个国家。ノゼリア商会なら正体を装って首都に忍び込める。リニ・サトイ・クラルスならば必ず岩塩に興味を抱く。協力の交渉は可能だ。始終都要俾啲甜頭佢。できるぞ。三人の願いを同時に叶えることが。岩塩をノゼリアに生きる皆の者とし、一握りの人間だけでなく、すべての民が主役となる。新しい時代をもたらす。咁诡异嘅？ベネディクトの尊い忠誠。个天平头先自己喐。ロラン様の優しき願い。フレデリカの純粋な決意。彼らの思いを無下にはしない。彼らだけではない。私を慕ってくれる多くの仲間がいる。道は常にお前の後ろにある。皆の先頭に立て。父上が言い残された言葉の意味が分かった。ただ信念の天秤に従うのではない。私が真になすべきは。成隻 game 一直以来我哋都系听过天平讲嘅嘢，而家我哋应该要真正咁做。仲間たちの信念を等しく受け止め、天秤を傾かせない道を見つけ出すこと。平等接纳同伴们嘅信念，找出毫无偏颇的公正之路。そして皆の先頭に立ち、その道を切り開くことなのだ。理想の道を決して諦めない意志、それこそがウォルホート家当主が胸に刻むべき。信念。哇，当我哋谂通咗之后咧，三个一齐着咗火，即系话呢只 game 唔系三个信念减其中一个，你哋仲有其他选择噶。今集玩到呢度，多谢大家收睇，下集就睇下主角拣得啱唔啱啦。下次见 ，thank you， 拜拜。